し、やるぞー。ミュート忘れずに。まさかミュートじゃないといけないのか。ミュートで。大丈夫かな？ミュート状態かな？なるほど。なるほど。さあ、行きましょうか。おっと？どうした？早っ？え？なんかこれがセオリーっていう話を聞いてて、初動起動を防ぐための。あーなるほど。もしかして2分待たなきゃいけない感じ。それはそう。申し訳ない。あ、そっか。ダメじゃないか。いやいやいや、まあ。ダメじゃないか。いや。みんな無事ということでね。みんな生きてるね。ギリギリキルクール開けてないぐらいなのかな。なんかキルクールの時間って違いますよね。確か始まった時とキルした。そうですね。始まった時とキルした時間で違ったかもしれないです。はい。確か。あとはその会議が終わった後のキルクールも確か違ったような。はい。だから30秒とかな、はい。あ、違ったっけ。初動確か始まった直後は早いんですよね、キルクールが。うん、ちょっと早いはずですね。なるほど。なんでちょっと活動時間を伸ばすための行動なのかわかんないんですけど、なんか、だいたいこうやるみたいな。ロンタさんミュートになってますね。あれだな。本当だ。まあでも120秒も取るのはあれなんで、今度はやらないっす。まあ。やらないようにしましょう。でもまあまあ。まあ。皆さんが怪しいです。え？なんで？あ、マジですか？え、でもタグマさんが怪しいっすよね。この時点で怪しい人います？もう怪しいです。なんかね、なんか怪しいんだよな。ちゃん釣られるの。何もしないのに疑われるってひどない？シアさんも怪しいよ。え、でも死にそうな人はシアさんですよ。もうすでに天使の輪がついてるから。あ、初心者です。最後まで行かせて。でも、そうだよね、1レベル2しかいないもん。シアさんがインポスターの時に一番ややこしいから、シアさんは死んでもいいと思う。確かに、シアさん、話うまいもん。やられてたからね、初心者がシアさん、クマ。じゃあスキップしましょうか。まあ、行きましょうか。良心的な花見に行った。行くでね。ちょっと待って、どうすぎでしょ。よし。すごいな。よし。じゃあミュートで。ミュートしまーす。結構これね、やってみて難しいね。なるほどね。いやでも実際これやったらできて嬉しいね、やっぱり。だってさ、今まで僕友達がいなかったからできなかったんだよ。楽しいじゃん。おい、早く。あー。危ない。やべえな、これ。でもさ、人多いからさ、まだか。わ、2人やられてる。いやでしたね。お？早いな。早ない？いや、早い。とりあえず初動はしながらってよかったな。え、早っ。マジで？ルール説明してくれてたのに。じゃあ、やめたことから話すと、はい。はい。ちなみにマップって皆さん持ってます？全然持ってない。ないです。開けない。うん。開けるのか開けないですよね。開けない。開けない。誰ともわかりません。貼ります。はい。ディスコードに。はい。ディスコードに。はい。ディスコード確認し。ちなみに僕が見つけたのは五木さんですね。で、見た感じ五木さんが一番最初にキルされたっぽい。五木さんキルされたその後だよね。羽ついてる。ああ、本当だ、すごい。すげえ。はい。まず、五木さんを僕が見つけました。で、ディレクターにいましたね。
で、リアクターの本当にど真ん下寄りかな、どっちかというとど真ん中か下寄りぐらいの、このダクトの隣あたりかなに倒れて、変わり果てた姿に、変わり果てた姿、変わり果てた姿、なるほど。そのすぐ近くに牧高さんがいらっしゃったっていう状態ですね。怪しい。で、このキルに関して白出しできるとすれば、ユーダさんと僕ですよ。僕視点としてはユーダさんはほぼ一緒に行動してたので、白。よもぎさんも多分結構似たような動きをしてたけど、後半緊急タスクが発生したあたりでちょっと離れちゃったので、なんとも、直前までは一緒にいたような気がしますね。はい、僕リアクターやったよね。リアクターです。リアクターでしたね。はい、大丈夫、あと15秒だよ。いや、その投票開始してからも時間があるので。ですね、俺たち疑われてると思うんですけど、はい、俺も見つけて押そうとしたら押してくれたみたいな状況です、そうですね、僕も個人的にはそんな感じを感じましたね。なるほど。ちょっと先にこの緊急タスクをそもそも、投票終了まで10秒になるの？やばい、誰か押しますか？緊急の、やばい、どうしよう、どうしよう。なんで？スキップ一番目の、一番目の、ちょっと、あー、じゃあ誰か押してくれるとありがたい。よいしょ。さて、どうするかなんだよな。あ、でもこの辺なの。あ、おっとっとっと。ちょっとちょっと。はい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 まずそもそも。俺普通にあれっすよ。リアクターじゃねえわ。なんか下から。はいはいはい。話してみたら、はい。あれが鳴って緊急が鳴って、そう。左に行ったっけ。うん、五木さんの死体があって、そうとしたら押してくれたっていう状況だったので、なるほど。誰が俺に2票も入れたんかなっていう。まあそこはあれだとして、まずそもそもこの緊急タスクを完了した方はどなたですか？うん、俺やれてないです。多分赤侍さんが片方やったんじゃないかな。俺もいけてない。そう、俺、そう、俺鳴ってんの気がついていって。そしたら俺が行った瞬間にもう終わってたから、あ、やってくれたんやと。もうすぐ終わった。そう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 。向かってると手前ぐらいかな。そうですね。結構すぐ終わりましたね。そうな、あ、鳴ってる鳴ってると思って。え、ちなみに結局誰が？じゃあ多分じゃあ、伊吹ダグマとかがやってくれてた。伊吹さんとダグマさんがやった。なるほど。手違う。やった。ダグマさんがリアクターの上で行かれてる可能性もある。誰だったっけかな。ダグマさんは派遣されてないんだよね。ディレクターの上にはいなかったです。うん、ね、僕もいなかったんだ。誰かが一緒にタスクを、シアさんかな、誰かかな、分かんないけど、誰かが一緒にタスクをしてた気がする。ほぼ同じ位置の。ちょっと言っていい？ストレージでさ、はい、すげえなんかバチャバチャ何か集まってなかった、そういえば。あ、そストレージ？ああ、下の方。下の方だ。タイミングですか？モルツァンがいたのかな？これね、カフェテリアから。ウェポンからこう、なんていうんだろう、ナビゲーション通ってシールドからのストレージでちょっとぐるーっと回りながら、まだね、俺もそのなんていうの、直し方がよくわからなくて、あれこれどこだろうってこう探しながら行ってたら、なんかみんなわちゃわちゃしてて、そう、そういうことだったんですね。めっちゃ俺追っかけられてるのかと思ってめっちゃ怖かったです。はいはい、投票10秒です。投票10秒です。惜しいでしょそれ。投票順位この状態じゃ分かんないで、スキップしてもうちょっと様子見ましょうか。はい、一緒っぽいな、そっちさん。誰よ。待ってよ。もうそういう役割なんですって。はい、ミュート。ミュート。よし。さーて、続きをやろうか。結構ね。これ、ね、あれ開いてない、え、嘘、開いてない、なんで開いてないよ、どう開いてないよ、開いてないよ、どう開けんのこれ、どう開けんのこれ、どう開けんのこれ、わかんねえ。あ、開いた開いた開いた、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。はあ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 、なるほどなるほど。まあ任せようか。あ、でもさ、これ結構
初手これはまずいな。しかしな、あ見てるね見てるね。オッケーオッケーオッケーお願いしますね。はい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 。いやでもそろ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 な、そろそろちょっとやってみるか、いろいろやってみようか。そういあっやべえやべえなんだって。いや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 、いや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 、待て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 よ待てよ待てよ待てよ、いや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 待てよ、黙れ人殺し、うるせえよ。誰が人殺しだよ。何をしてるかを、あと動きとキルした時の様子をお二人の意見を聞かせて。キルした様子は見てないんだけど、アコさんが変身してる時を見て、うん、ちょうどあのセキュリティからちょっと出た十字路みたいなところあるじゃない、そこで変身してるとこを見て、で、はい、あこれやべえ殺されるってなって、そこから一回アッパーエンジンとこ通ってカフェテリアの緊急ボタンを押そうと思ったけど壁が閉まってて、もう一回戻って逃げようって思ったら、なんかアッパーエンジンの角のところで誰が死んでたかわからないけど、あの通報ボタンがあってから通報して今の状況。はいはい、ああなるほど。そう。今見つかったのよもぎさんだね。多分。よもぎさんでしたね。うん。ただよもぎさんとは確か停電の時にすれ違う、いや違うか、停電の時にすれ違ったの紀宝さんと、ゆうださんもいたけど、あともう一人いたな。ロンタさんもしたと思う。それ。紀宝さん、ロンタさん、僕で停電直した感じですよね。確かですね、私、後付きで。ゆうらさんが来たね。そう、来て、ロンタの後に来たんじゃないかな。では、アコザムダイさん側の反論をまず聞きましょうか。俺嘘つけねえわやっぱり。それはダメよ。それはダメ。アクションでもいいから、いや見てない。いやそっちが変身したんだって。いやそうなんだけどね、ダメだ、ごめん。私だよ。3人インポスターが残ってると僕らはほぼ負け確なんで。そうですね。絶対に投票しないと。いやちなみに誰に変身を？俺よもぎさんに。死体にね。そうそう。出た。やっぱり嘘つけへんわやっぱり。わかるその気持ちわかるよ。なお。だったんで。